系図。系図は、ある一族の代々の系統を書き表した図表を、形譜とも言うが、系譜といった場合は、血縁関係のみならず、学芸の師匠から弟子への師匠関係を表した図表を言う場合も多い。なお、特定の家の家督相続の継承の系統、家計を記した系図は、家系図、家譜とも言う。系図は、その作成の用途によって、 家系のみならず、その家系中の人物の生物年や最高官位などを書き入れたりする。日本の江戸時代の家父のように、詳細な経歴を書き入れたものもある。また用紙として、家督を継いだものも書き記すため、家系としての系図は、必ずしも、血筋、血統と、同義ではない。その形態は、現代日本でよく見られる個人の名前を線でつなげて、 親子関係を示したものや、中国、朝鮮の歴史書や俗譜で見られるように上段から、下段に向けて、世代関係を示した表の形状をなすもの、西アジアのイスラーム、イスラム教社会で見られるように名前を書き入れた縁を、樹形図上に連ねたものなど様々である。また、女性の扱い方も形図によってたようである。家系図を残す社会の多くは、男系、男子決闘、 男子の血筋を重んじる社会であり、中国の生死に載せる系図では男性のみを示すものが多いが、朝鮮の族譜では、娘と、その婚姻先を記すものもある。また、日本の系図では一人、数との男性の婚姻相手を記す代わりに、この母親については明示されないことが多いが、ヨーロッパでは、婚姻相手と母親をはっきり書き入れる。このような女性の扱い方の違いは、 女性の身分の違い、着室子と非着室子の扱いの違いなど、それぞれの社会の固有の家族制度の横に反している。日本は中国大陸や朝鮮半島とは異なり、家去などの試験による採用ではなく、律令体制崩壊後は一切が家業、家芸の国であると言える。公家や武家はもとより、病房博士、文章博士などの文官なども、 それぞれそれを家業とする一族が従事した。区家は、藤原氏一族をはじめ、佐賀源氏や村上源氏その他であり、武家は、清和源氏、官武平氏、敏人流藤原氏、秀里流藤原氏、道玄流藤原氏、源氏、の通る流、佐賀源氏、大江氏、立花の氏その他、文官は、坂上氏、中原氏、大江氏その他が有名である。 その一族に連なるものでなければ、その職に就くことは困難であった。公家の藤原氏一族に生まれたならば、どれほど武に秀でていようと武士になることはできなかった。武士になるには、防流、諸流、枝生であろうと生は源氏や艦竹平氏あるいは、秀里流藤原氏その他に連なり、その流れを組むことが都合が良かった。それゆえ、そのことを示す経図が必要とされたのである。 その意味で、家系図は本人の属する家の由来を明らかにする資料として、江戸時代以前の封建社会にあって特に重んじられた。文章期には、室町時代の応人の乱頃に、ボ家の者が農作業を止めて武術を学び、系図を買い、侍と称数など、系図の売買がなされていたことが記述される。江戸時代においては、家系図は現在の履歴書のようなもので、 武士が士官する際や、不勇な農民や商人が、孔子になったり、名字立て湧き、名字の交渉、立ちと小が棚を刺すことを許される時など、家の由緒を示すものとして、必要とされ、装飾的というよりも、はるかに実用的な意味を持っていたことは否定できない。しかし、ほとんどの家には、家系図などはなく、そのため、家系図が必要な場合は、無から作らざるを得ないが、結果として、 霊落した、名族、名門、名家の末裔の系図を買い取るか、おなじみ王子の過去の名族との関係を創作して、先祖を、名家や名族に結びつけた系図が、数多く存在する。小田氏が、菅武平氏であったり、徳川氏を、聖は源氏としたりするような系譜も、同様に創作されたものである。当時の、陛下さは、別名、同志屋は、日松茂げ千高1721年。 教法六年のジョアリでは、金星系図知りというものありで、初夏の系図を傍作して、その巣を誤る人は自王し、重力またたたら原神と運毛人あり初夏の系図を、御事のりむねして、餅について傍作しはべると記述される。江戸時代中期になると、幕府や各藩の当局によって大名、旗本、御家人、藩士、豪士、 また、庄屋などの富裕な農民や商人らの家系図が盛んに作られた。また、近年の研究では、農民や町人は、名字と手脇を許されていなくとも、名字自体は持っているものが多かった。なお、出自を調べて、家系図を作成するために、戸籍等本を取ることは認められてはいるが、直系の戸籍しか取得できないため、注意が必要である。素人が自分で、 家系図を作成するために、先祖の氏名その他の情報を集めるにあたっては、の三つが最も一般的である。大半の墓には、氏名、戒名、没日が書いてあるだけで、自分との続き柄や、個人の本席地、誕生日などまではわからないことがほとんどであり、また過去調も、童話問題や太平洋戦争における戦犯の問題など、 子孫に不利益を与えかねないデリケートなものであるため、個人情報保護の観点から一般人への公開を拒む寺が多く、簡単には見ることができない。上記の通り、戸籍等本は遺産相続など特別な理由がない限りは、直系親族のものしか取得できない。そのため、遠い親戚と関係が密な家の場合、相当広範囲な経図が出来上がる。 戸籍が全国民に作られるようになったのは明治に入ってからなので、素人が先祖の経図調査をしようとしても、江戸時代後期から明治くらいまでが限界である。また、戦災等のために戸籍が消滅していることも少なくない。経図調査を行政書士などの業者に委託することもできる。業者によっては、江戸より前の時代まで遡れるだけ遡ってちょると、 宣伝しているところもあるが、寺受け制度が普及した17世紀以前の人命記録は極めて少ないため、姓は源氏や官務兵士につながる系図を作ることは事実上困難である。経府学を提唱した大田亮は、家計調査の歴史学的役割について、家計調査は郷土史研究に寄与し、ひいては日本の歴史研究にも貢献すると述べている。 大田の小子歴史研究の役に立つ、家系図とは自ら調べ上げ、歴史的な裏付けが証明できる部分と推測の部分を明確に分けた系図である。1975年に発足した日本家系図学会は、庭はじめにが会長を務め、再建した。歴史研究において、系図資料は文書上に登場する人物の否定や関係を、 把握するため資料として用いられているが、近年は中世史分野を中心に、系府資料そのものの成立経緯や政策意図、由緒の伝承やその歴史的背景などを考察する、系府資料論も検討されている。人間以上に詳細な決闘が記録されている、競争場や競技場でも、ケースを作成することは可能である。 人間とは違い、養子などは考えなくても良いので、実際の親子関係のみのつながりを図表に表している。不死のつながりを表す父系の他に、母子のつながりを表す、メス系、母系図もある。一般的な表記法、リボーの父系の場合この他、様々な表記法がある。表記法については、サイアーライン、父系あるいはファミリーライン、母系を参照。実際の系図は、 マッチェム系、1724年に生まれたゴドルフィン・アラビアンの系や一号ゴ族、1650年代に生まれたトレゴンウェルズ・ナチュラル・バルブ・メアのメス系などがある。医学、生物学における家系図は、先祖から子孫の生物に遺伝子型や表現型がどのように伝達されているかを示した図である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。